下に行くときに、はい、窒素ガスをぶち込みながらノズルをそこにつけていってるんですよ、うん、今ですねって感じで、はいはいはい、で 720ml 以上の窒素が入ったところに対して液体を入れていくから、うん、僕ら真夏でも一緒じゃないですか、条件としては。はあ、真夏にこっから普通の段ボールやったら出した瞬間にもうトロトロになるというか、うん、グズグズな底抜けるんですけど、うんうん、これやったら全然大丈夫だから、蓋閉めてこうなってこうなってこういくから、クール瓶にこうミニ冷蔵庫みたいな状態になる、ね、マイナス8度も先が中に入ってて、でこれでお届けするから、うん、だいぶいい状態で届くと思うんですよ。魚からそう、魚用の何もだ、ね、魚介用のな、だからまあ非常に助かってるのは、まあ昔の建物なんですけど、割とちゃんと断熱されてるとかいうので、中の設備はだいぶ入れ替わってきて、ちょっとまあガタ来てるとこもあるんですけど、まあ古い建物を使いつつ、はい、壁の森の場合は何ていうのかな、四季折々作ってますので、あんまり外気に左右されないようなお酒作りができるようなちょっと空間にはしてます。岡本さんって言ってた。